はい、どうも、葵です。いつもご視聴いただきありがとうございます。今回はですね、パタゴニアの大人気 T シャツを紹介しようと思っています。それではよろしくお願いします。今回紹介するのは P6 ロゴポケットレスポンシビリティです。前面はロゴとポケットのシンプルなデザインですが、背面にはカラフルなパタゴニアのロゴがプリントされていて、ここ数年は SNS などでこの T シャツを着ている投稿もかなり見かけ、夏に街に出ればこの T シャツを着ている人を必ず一人は見かけるぐらい大人気の T シャツです。この T シャツの他にも背面のロゴがポップになったデザインも出ています。カラーバリエーションも豊富で毎年様々な色が出ますが、やはり人気はホワイトとブラックですかね。ついでグレー、ネイビーだと思います。こちらですね、ポケットなしのモデルもありますが、私はポケットありの方が好きですね。私が持っているのはですね、ご覧の通りホワイトで、身長171センチ、体重65キロ、ややがっちり体型の私で S サイズでジャストです。デザインですが、先ほども言いましたが、左胸にポケット、そのポケットにパタゴニアの文字がプリントされています。背面には大きくてカラフルなパタゴニアのロゴがプリントされています。こちら生地にはリサイクル素材を使用していて、環境に配慮したパタゴニアらしい T シャツになっています。値段はですね、5280円と T シャツにしたらちょっと高めです。この T シャツは昨年2019年購入して丸1年経つのですが、まあ、洗濯を繰り返すとやはり毛玉とかが目立ってきます。余談ですが、2018年にもこの T シャツの購入を考えたことがあって、その時の S サイズを着用したら丈はちょうどいいのですが、胸周りがかなりきつくて着れたものじゃなかったので購入は諦めました。1年後の2019年に同じ S サイズを試着したら、丈は変わらないんですけど、胸周りにきつさもなくて、まあ、快適に着れたので、2018年以前のモデルと2019年以降のモデルで同じサイズでもやや大きさに違いがあると思われます。もしフリマアプリで購入を検討されている方はですね、何年のモデルかにも気をつけておいた方がいいです。あとですね、いろいろ調べていたら、こちらのレスポンシビリティとは他に、見た目は同じで素材が違うオーガニックティっていうモデルがあります。ちょうど手元にオーガニックコットンが使われているパタゴニアの T シャツがあるので、ちょっと比較すると、こちらのオーガニックティは生地がやや薄くて肌触りがかなりいいです。それと比べてこちらのレスポンシビリティは生地がやや厚くて、まあ、触った感じはザラッとした感じがします。生地の感じを定番どころと比較すると、こちらのレスポンシビリティは無印良品のフットバンテ天竺編みポケット付き半袖 T シャツやユニクロ U のクルーネックティーと似ています。それと比べこちらのオーガニックティーは無印良品のインド綿天竺編みクルーネックティーと似ています。購入する際はお気をつけください。この動画がサイズ感の参考になれば幸いです。今回の動画を楽しんでいただけたなら、チャンネル登録と高評価よろしくお願いします。以上で今回の動画を終わらせていただきます。ご視聴ありがとうございました。